皆さんこんにちは。今日は私の人生が好転した素晴らしい本をご紹介させていただきます。その本がこちらです。水野雅子さんが書いた丁寧の始め方、願いが全部叶うと書いてありますね。それでは行ってみましょう。宿命よりも美しくあれ、意識系美容家のプリアです。私があなたにおすすめの理由ベスト10、私が本当に体験したことをですね、ランキングにしてみましたので、お楽しみください。 No.10、 自分と深くつながった。自分と他人と比較しないで、まず自分スタイルを知ることができました。自分の強みと成長したいところを整理できて、自分が本当にしたい目標を設定できました。 No.9、 ダラダラしていた自分にさようなら。人生の無駄が何か明確になり、心もお部屋も整理整頓された状態になった。幸運体質になりました。 No.8、 感度良好になった。心のアンテナが高くなり、直感力が上がりました。アイデアが滝のごとし、人の気持ちや笑顔の裏の深みまで感じ取れるようになって、先日ホエールウォッチングに行ったんですが、クジラの発見度が爆上がりしました。 No.7、 願いが叶えやすくなった。頑張って達成されるものという感覚から、すいすい軌道に乗るような体験をしました。何かに導かれているような感触を受けたり、心のブロックが外れました。 No.6、 丁寧な生き方になりました。人生の向き合い方、お金の使い方、家族の触れ合い方、仕事の仕方、全部味わうように丁寧になりました。No.5、 失敗を恐れずまず行動、即行動に移すことができるようになり、習慣化し、チャンスを待っていた状態からチャンスを作るメンタル、そして経験が自分の強みになって、不安が軽減しました。 No.4、 憧れを憧れで終わらせないマインドセット、なりたい目標の人を分析し取り入れる才能の開花、真の達成感を味わうことができるようになりました。 No.3、 凡人から成功者へのマインドセット、自分が急成長しているという感覚があり、日頃の思考癖や何気なく発する無意味な言葉がなくなり、有意識で過ごすを実践中、自分の枠が確実に広がりました。 No.2、 感情の質が人生の質。感情が豊かになり、日々の感謝力が上がり、人生が好転、そして一日一日本当に味わうように全うする生き方になりました。毎日が幸せ、生きる意味が広がった。お待たせいたしました。いよいよ第1位の発表です。 No.1、どうせ全部叶う。
目標を達成させるにはこうしなくちゃいけないという古いマインドからの卒業。想像をはるかに超えて叶うことを知る。本当の自分とつながり、意識が高い素晴らしい人たちとの出会い、自分の行動と結果を見つめ、さらに夢が叶う速度が上がり、宇宙、未来、自分を信じるパワーが強くなり、叶う未来を無条件に信頼し、ワクワクの人生が始まった。いかがでしたでしょうか。この本を読んで本当に人生が好転しました。たくさんの人がもっともっと幸せになりますように。